スクールガールゾンビハンター。そうだ、そろそろ救援物資をお願いしようかな。こちらZPF、こちらZPF、通信をどうぞ。あ、切り裂く高校です。救援物資をお願いします。わかりました、ドローンによる投下を行います。はい、ありがとうございます。今の音、救援物資が来たのかも。取りに行かなくちゃ。救援物資を取りに行くよ。全部倒す。いけー、いいもの見つけた。
中警察白安中のフィギュア。なに、見せて。あー、本当だ。しかもシークレットの緑髪ツインテバージョンと金髪ポニテバージョン。何を騒いでますの。さゆりが好きな深夜アニメのレアなフィギュアが入ってたみたいですね。ああ、姫路も好きだと言っていたな。その、白まんじゅう。白まんじゅうじゃない、白あんじゅうです。どっちでもいいですわよ。ゾンビハンター。こちらはドット PF です。通信願います。あ、通信が。はい、こちら切り裂く高校です。今、そちらに救援物資を送ったわ。そろそろ物入りになるのではないかと思って。お、ありがとうございます。助かります。まもなく到着するはず。受け取ってくださいね。救援物資が届いたのかな。よし、取りに行こう。救援物資を取りに行くよ。飛んでけ、飛んでけ、飛んでけ。
でよっと。これでよっと。これでよっと。手応えあった。いい当たり。これでよっと。そこだ。武道に通ずる、まさに究極達人ですわね。え、何それ、地球最強の生物ってこと？金崎さん、よく知ってますね。私も心得がありますので、ご高名は金がね。私は武道には疎いが、達人源五郎丸の名は聞き及んでいる。きっと素晴らしい方なのだろう。そうですね、武道においては。私がお風呂に入ってると一緒に入ろうとするのはやめてほしいですけど。は？私それもやめてほしいけど、ふんだし姿で家の中歩くのもやめてほしい。うわ、完全にデリカシーのないじいさんじゃん。おやめになって。うちのおじいちゃん困っちゃうよね話で達人を貶めるのはおやめになってちょうだい。聞きたくなかった。